先生今日もいっぱい来てるんですけれども、お便りをね、お便りを読ませていただきまして、これはですね、はい、結構いらっしゃる方多いんじゃないかなって思うんですけど、はい、今回のお悩みはですね、はい、アーさんからの質問です。最近動画を見て実践してみたのですが、失敗続きでメンタルがやられてます。荒野さんなりの失敗からの這い上がり方を教えていただきたいです。いろいろ恋愛していく上でもちろん失敗することとか連絡返ってこないたくさんあると思うんですけど、その中でのこれだけ這い上がれるか、はい、また恋愛しようって思えるかっていう気持ちのお話になるんですけれども、メンタルの保ち方教えてください。これね、気持ちの問題じゃないかもって思うんですよね。アーさんも相手のためにこうやって学びます、そしてそれを実践して、でダメだったらダメだったでコメントまでしてくれるっていう、この学ぼうとしてくれるアプローチと実際に実践をしてみようっていう行動力があれば、性格ってかなりいい部類に入ると思うんですよ。この良さをどういう風に相手に伝えるかっていう、このテクニックが単純にちょっと足りないだけだと思うんですよ。1個試しました、それだけで恋愛が全部うまくいきますっていうテクニックなんか正直存在しないんで、何個か必要なんですよ。でこの個数っていうのは人によって違うっていうだけであって、1個だけヒントを得たらすぐにもう付き合って結婚みたいな人も中にはいます。ただ100個の人もいる、10個の人もいる。これ何個かわからないからこそ、1個1個取り込んでいけば、これって自分の血となり肉となっていくわけなんで、仕事にも友達関係にも生かされていくコミュニケーションテクニックがいっぱい身につくんですよね。多くの人にとって自分がいい人間なんだっていうのが知れ渡る技術が一個一個身についてるってことだから、ラッキーパンチで付き合えたとかがなくてむしろ良かったって思ってほしいんですよね。また一つ学ぶチャンスができた、自分に合ってるな合ってないなっていうのを試していけるっていうのはね、人生で大きく成長するチャンスなんですよね。そういろいろ実践していく中で経験積んでからいい人を見つけた方がいいかもしれないっていうことですかね。ワン才能ないとか自分思っちゃうかもしれないですけど、はい、才能ないとか思わなくていいんですか？才能ないって思わなくていいんですよ。それは自分の中におごりがないっていう意味ではすごくいいんですよね。私才能ないかもって思ってる状態って、自分に過信していないすごく健全な状態だと思うんですよ。何か足りないものがあるから取り入れようって思ってるわけじゃないですか。で実際取り入れて実践してる、この調子に乗ってない自分っていうのを愛してもらいたいですよね。ちゃんと自分のレベルっていうのを分かってて、相手にね謙遜することができるっていう、調子に乗ってないっていう状態の人って実はね恋愛婚活市場にあんまりいないんですよね。そういう人が技術を手に入れていってコミュニケーション能力を上げていき、めちゃくちゃ最強に爆モテなんですよ。下克上根性ある人の方が加速力がありますからね。やっぱ恋愛とか婚活って特にね、長期化したらやる気なくなってくるんですよ。短期間で一気に成長してしまおうって思ってる人の方が最終的に結果に結びついたりするんですよ。目標決めてこの時までは頑張るとか、そういう風に決めたりするといいんですかね。なんかロールプレイングゲームをしてるみたいな感じで、あ、一個スキルをゲットしたっていう感覚を持ってほしいんですよ。いや今回このアプローチは失敗したけど、今回で LINE ちょっと上手くなった、自分の感情を伝えるのが上手になったっていう、スキルをどんどん自分の中に取り入れているんだっていう感覚を持てば成長を感じると思うんですよ。婚活も就活と同じなんですよね。自己分析をしなきゃ企業に自分を PR もできないし、企業分析とかしないといい結果が生まれなかったりするわけですよ。でそんな中で分析をするテクニックを学ぶ、自分を伝えるテクニックを学ぶっていう技術を残せていけた人は必ずどこかいいところに内定が出たりするわけですよ。でその努力なく受けた落ちた受けた落ちたっていうのを繰り返してる人は成長しないから、いつになっても目上の存在を目指すことはできないですよね。失敗っていうのも一つヒントをゲットできたぐらいに考えといた方がいいんですかね。その通りです。はい33歳ですよ、これがね。34歳の34歳でした。ここでゲットせずに逆に上の存在を目指すきっかけになったっていうふうに考えればいいんですね、うん、そうなんですよ。あ、また一つ進化したな、スキルアップしたな思えばいいんですよ。これは失敗なんじゃない、進歩なんだ。はい、ありがとうございます。まあ本日の一言というか、まあ、クリスマスも迫ってきて、いろいろね街が焦らせてくると思うんですけども、これもまたネガティブに捉えずに、街中のみんなを恋愛モードに切り替えてくれてるから、自分にとってもチャンスだなって思うようにしてもらえたら、クリスマスのことをねもっと好きになってもらえると思うんで、皆さん恋愛どんどんやっていきましょう。アディダス。そんな人だっけ想像してたの、来た方全然違う。